次はボーアーデビさんです。まあこうちょっと見ていただくと可愛らしい、なんか何とも言えない、絵なんですけど、今回は3点ほどお持ちして展示しております。でこのボーアーデビさんは日本に10回ぐらい来ていただいたと思うんですけども、1回来ると大体半年ぐらいですから、相当日本に滞在して大型の作品を、作ってくれましたし、またそういった作品をその日本各地の会場に寄付もしてます。例えば、前橋市だと思うんですけども、前橋の市役所行くと今でも、その太陽の絵だと思うんですけど、大きな大作が飾られて、いるかと思います。でこのボーアーデビさんというのは、ジャンガルシンさんもそうなんですけども、よくポンピドゥの、ポンピドゥセンターっていうんですか、パリの国立現代美術館と、そこに招待された作家だと、よく言われるんですが、実はその、魔術師たち、地球の魔術師たちという展覧会が1989年に開催されました。でこの展覧会はかなり、日本の美術館関係者や美術館、あるいは世界の、そういう美術関係者に大きな影響を与えたと。で一つのその国の、展覧会がそんなにこう世界に影響をなぜ与えたかっていうことはとても大事なことなんですけど、ちょうど確かパリコミューンの200年の年だったか、そういうこう大変な年に大型の展覧会、私の記憶では3年の準備期間をかけて3億円も使ったと。で、どんなことをやったかっていうと、早い話が、例えばこのジャムナーデビさんの絵っていうのはどちらかというと民族アートであるとか、なんか面白いその地域のあれですねってこう言われるんですけど、よくこう絵を見てもらうと結構素晴らしくて、例えばこの横にミロの絵を置いたらどうなんだろう。何にも分かんない人にとってはなんかミロの絵よりこっちの方が、なんか私には親しみを持ちますよみたいなことってないんだろうか。そういう、つまり芸術っていうのはこれが上だっていうわけではありませんので、そういう意味で、ピカソの絵っていうのが、何百億で、買われると。しかしこういったものはものすごくこの安い値段であると。そういうのが現実的に世界的にこうあるわけです。でそれをこういうことでいいんだろうか、あるいはどうしてそういうその西洋のもの、あるいは現代アート、現代のもの、というものとその発展途上国にある素晴らしい、例えばアボリジニの絵だとかアフリカの素晴らしいこのエネルギッシュな独特な造形であるとか、パプアニューギニアの本当にすごいこう仮面であるとか、こういったものやチベットのマンダラであるとか、このミテラガなんかまさにそうなんですけど、こういったものっていうのをもうちょっとその現代の美術として、なんか
評価されてもいいんじゃないかっていう時に、どうしてなかなかそういうものが評価されてこないか、金額としても上がってこないかっていう時に、植民地時代の名残があるんではないか、ひょっとしてっていうことで、その僕はこのマルタンって呼んでるんですけど、その彼、館長の彼が、まあ、基本的に、まあ、考えたわけなんですね。それで世界から、いわゆる先進国という国から、約50名のアーティストを呼んでですね、で、インドをはじめアフリカやそういう発展途上国と言われているところから50名呼びましてですね、で同じ面積を与えて、それ与えてっていう言い方おかしいですかね、同じ面積の中で、作品作りをやってもらう、それをこう、ごちゃ混ぜにしてやったと。ということで、私がここにミロの絵を置いたらどうなのかっていうような、ちょっと冗談っぽいことをしましたけども、そういうことを現実的にですね、やるとポンピドゥセンターじゃ無理だったんですね、面積的に。ということで3会場確か借りて、やったと。その時にこのインドのこのいわゆるフォークアートと言われている今ここに展示されている人から3名が招待されたんですね。その一人がこのボアデビさん。誰が選んだか知らないけど、なかなか選ぶ人の目っていうのはさすがだなと私は思ってますけど、このボアデビさん。であちらに見えるワルリガのジブヤ・ソーマ・マーシェさん、この方も選ばれました。そしてゴンドガ、今ゴンドガっていうのは結構その彼が教えたそのお弟子さんたちというか、その人たちがまあだいぶ育って、活躍し始めてるので、ゴンドガっていうのは結構インドで有名なんですけど、それの元を作ったっていうかね、まあ、ワルリガもそうなんですけど、若手の世代になってきて、それの図形とか形とか題材とかっていうのの元を、まあ、ジブヤ・ソーマ・マーシェさんが、まあ、お作りになったと言っていいんじゃないかなと思うんですけど、でこうゴンドガっていうのはジャンガル・シンさんが、まあ、作られて、このジャンガル・シンさん、ジブヤ・ソーマ・マーシェ、ボア・デビはその100人の中に選ばれて活躍したと。まあ、特に私の知ってる方のなんか情報では、ジブヤさんのこの絵がやっぱしアルタミラの岩壁画みたいなロックペインティングみたいなもの描き方でこう描くもんですから、大変話題を誘ったというふうに聞いております。それではこのボーア・デビさん、今も元気でいらっしゃるんですけど、まあ個人的には大変、まあ、いろいろとこう生活の苦労をしたり、まあ、いろんなことがありましてですね、大変な中こう常に明るい調子で、まあ、色もそうですけど、ここには主要な大作の太陽を描いた絵やお月様を描いた絵っていうのはこうちょっと大型作品すぎて、ここにはちょっとお持ちできなかったんですけど、まあちっちゃいお月様が、可愛らしいお月様がこう描かれてですね、汽車を引っ張る。でなんでこの、こういう絵が生まれたかっていうと、先ほど言ったみたいにもう10回ぐらい来てますので、半年間いたら すごいたくさんの絵が残されてくるわけです。でそういう中もうほとんど何を描いていいかといっても、その自分のアイデアとしてはもう尽きてしまって、で困ってる時にじゃあその汽車をですね、その空の雲
雲がたくさんあると雨が降るわけですけど、その雲が汽車を引っ張るということを書いてくれないだろうかってこうお願いしたら、首をキョトンとこう傾けてですね、その空のこの煙のような、タバコの煙のような雲に、なんでこの縄をつけて、このだいたい縄をこう言い分けないという、なんかこのイメージなんですね。そこがですね、あの日本人の場合は、例えば孫悟空という物語みたいなのが、私なんかは小さい時から知ってますので、そうすると孫悟空は雲に乗ってたりね、キントン号という雲に乗ったりこうするわけだから、その雲をこう縄で縛って引っ張れば、あの、汽車が動くと、そういうイメージがちょっと私の中にこの雲に対するイメージがあるんですけど、このボアさんの、まあ、あの世界にはそういうこの雲に対するイメージがないもんだから困ってしまったんですね。でそんなことで、じゃあどうしたらいいかなって考えて、あ、じゃあ、あのお月様、チャンドラマーをこう縛って、それでチャンドラマーがあの汽車を引っ張ると、こういう絵はどうだろうと言ったら、あ、それならできると言って、汽車に縄をつけましてですね、それでこう引っ張っているという絵が誕生したんですね。で、あの当然三寺美術館は予算が限られてますので、あのこうやってこの時は、まあ、たまたま、あ、こういうキャンバスがあって、じゃあここに書いてっていうことで、あの、このサイズなんですけど、このように面白い絵が生まれてくると、これをできたら横3メーターぐらいの、高さ2メーターぐらいのその大きさで、あの描いてほしいなと。というのは、美術館でこう展示するときに、これだけじゃなく、このサイズじゃなくて、もうちょっとこの、な、あの何十倍もこう大きいと、あの大変こう迫力があって、いい部分というのがあるわけですね。ということで、まあ、他の対策もそうなんですけど、もともとその残していこう、あるいはそのこの素晴らしい絵をもっとそのみんなに評価してもらっていいんじゃないだろうかと、そういうためにはやはりその美術館なりの博物館なりのスペースで、あのしっかりとこう展示できる、そしてあの楽しめるっていう、そのある程度の大きさがあると、あの、まあ、作品によっても違うと思いますが、あのいいんではないかと。というふうに、あの何度もこう来てくれる中で、アーティストとあのこう自然にこう生まれてきたあのコレクションがここにあるものなんですね。はい、でこの色はちょっと私には不満なちょっと色なんですけど、どうしてもそのインドに、行きまして、から あまりこうお呼びできなかったり、まあ、いろんなアーティストが来たいっていうこともありますけど、まあ、こちらも、美術館の維持っていうのはとても大変なもんですから、しばらくこうお呼びできなかったりすると、色であるとか、絵の雰囲気がちょっと変わるということが起きるんですね。というのはそのインドではやっぱり経済とつながってボアデビさんの場合は書いてますので、そんな大きな対策やしっかりと書いたものをそれなりな価格で買っていただけるってことはあんまりないんですね。だからこのサイズがいくらだったら、この4倍だったら4倍の金額というような、なんかまるでその作物を買うような
市場というか、そういうこの世界があるために、まあこのじっくりといいものを作ろうという、まあ、環境がないので、どうしてもそのしばらくこう呼ばないにいると、やっぱしたくさんこう書かなきゃいけないみたいな、そういう条件があるのか、少しその色の使い方や雰囲気が雑になってくるというようなこともちょっと実はその、起きてくる。そのアーティストによっても違うんですけども、そういう傾向もあります。でこの馬なんかはやはりこうしっかりとこの見てもらって映像でこう近くまでこう見ていただくといいんじゃないでしょうかね。どうしてこの口のあたりからこの紐のようなものがこうずっと長くこの辺まであるのかっていうのが、ちょっとまあ数日前だかこの絵を見て、まあ、発見したんですけども、まあ、今度、彼女にこの絵、まあ、今はネットで、Facebook でつながってますので、この線は、どういうあれなんですかと。というのはなんか手綱だったらここら辺で終わりそうなんだけど、ずっとこう長くこう後ろまで行ってるっていうのは何なのか、このまるで息がふーっとこうなってこう、だけど下に行くわけじゃないし、必ず 上にこう行ってますしね。まあこのボアデビさんっていうのはとにかくパワフルでたくましくて、先日もこのコロナで大丈夫ですかってこう、彼女をサポートしてる、まあ、そういうこう方を通して聞いたんですけど、そしたらボアさんからこのまあ映像のメッセージが届きました。でそれ見る限り、まあ、お元気そうなのでよかったなと思っております。次にこのカルプリデビさんですね、いかにもそのミッティラガらしい、こう雰囲気を持つ絵なので、まあ一つ一つのこのポイント、特にこの顔は彼女の、あこれはカルプリさんが描いた、まあ、これはクリシュナシーンですね、クリシュナとラーダであると。で結構なんていうか小さいところ、足の飾りであるとか、あるいはその木なんだけども、そこにこの鉢のようなものがいたり、こう何ですかね、やっぱり牛なのかネズミなのか、こういろんな生き物がここに登場してきますね、鳥だとかね。非常に何というか、やはりこの村落の女性が描いたと、これはちょっと男性では描けないんじゃないかなと、なんかそんな風にまあ思いますけど。でこのカルプリさんはどちらかというと刺繍、スージャニーっていうこの刺繍で、まあ、大変有名な方で、村の、まあ、方々、
まあ、結構貧しいわけなんですけど、そういうまあ大変なこう生活をまあしている人たちをこう集めまして、その刺繍を教えたり、それを販売を促したりして、まあ大変努力されて、人間的にもしっかり優しいし芯が強いと。ですから1988年に初めてアーティストたちを呼ぶことになっていったんですね。1982年にオープンしたヴィッテラ美術館は、そのガンガデヴィさんをとにかくお呼びして、美術館の壁に書いてもらったわけなんですけど、その今度は88年の日本で初めて行われたフェスティバル・オブ・インディア、これがまあ世界を回ってきて日本で行われたんですね。まあ、私がそれの日本の国がまあこう、実行委員会を、当時の財界のドンというか、ドンらしいその財界の最後の方じゃないかと言われている三井銀行の小山五郎さん、この方が委員長になりまして、で松本博さんという方が、お父さんが国際文化会館を作られた、まあ、一人というかね、二人ぐらいで作られたのかな、松本重治という東京都の名誉市民なんですけど、その息子さんの松本博さんが国際協力推進協会 APIC っていうんですかね、その南の国をこうサポートするという外務省の外郭団体、これの専務理事をやられてまして、その彼がインド祭の事務局長になってて、このフェスティバル・オブ・インディアはミッテラ美術館がオープンした年1982年にイギリスで始まったわけですね。でその目玉にガンガデヴィさんの人の一生というものがとても大事だった。アディティという展覧会があって、大事な展覧会なんですね。それの目玉として人の一生というのをまあ描いてきた。で2年もかかってしまったんですね。フェスティバルはまあある時で終わるんですけど、その描くのに、まあ、2年の歳月がかかってしまって、でその絵をガンガデヴィさんは日本のミテラ美術館に、収蔵してほしいというおはがきが来たんですね。まあ、大変ありがたいことなんですけど、なんでその、まあ、どちらかというとこの村落の女性が、自ら、まあ、インド政府の方からは頼まれてるんでしょうから、自らその日本のそういうところを選ばれたか、まあ、彼女が言ってたのはとにかくミッティラガの美術館というのは世界で、日本のその新潟の十日町しかないと。だからこの2年かかった人の印象っていうのはあなたのところで持ってほしいということで、まあ手に入ったということがあるんですけど、そのフェスティバル・オブ・インディアがプルジャカールさんが、まあ、インディラ・ガンジーさんと話し合いながら世界でイギリスで成功したので、今度はヨーロッパ中で展覧公開が始まってですね、各国は私どももやりたいっていう、まあ、インドの戦略だったかと思いますけど、で、ロシアでも行われましてですね、でアメリカの方でも行われて、そして日本に1988年にやることになったんですね。で
こう注目してたんですけどね、そのミティラ側はなんか世界一のコレクションってそのプルジャーカルさんから言われてるので、インド側の院長から言われてるから、まあ持ってこないで私のを使うのかなとかこう想像してたんですけど、とにかくその入ってくる情報だと、あの大都会だけでやると、で太平洋岸の側の大都会だけで日本海側は一切来ない、これっておかしいんじゃないですかっていうので、まあ、松本博さんにお話したら、あのとてもいい考えなんだけど、その手が足りないんだよと、こういうことを言われて、まあ、結局その日本医会の事務局長 の、 あの補佐を、まあ、することになりました。でなんとかその事務局長補佐としては、国家祭事っていうのは大都会だけでやるもんじゃなくて、やはり日本中を日本なんていうか考えなきゃいけないんじゃないかっていうことで、88年は網走市立美術館が手を挙げてくれましたですね、いろいろとこう連絡して、でそこでこのミティラガ展を やるで、まあいくつかこう、まあ、新潟市の方も回ったりこう、しまして、で沖縄県の与那国島でやれることになったんですね。でその時に、日本に来てたのがこのカールプリデビさんと、あちらにあるマハスンダリデビさんなんですね。で最初は3ヶ月ぐらいって言ってたんですけど、まあ、このカルプリさんがすごくこう協力的だったり、 そういう、 こう、まあ、理解をしてくれてですね、こういうミティラの展覧会やインドの踊り屋なんかがその日本のこの小さい都市、そういうところで行われるっていうのは大変素晴らしいことだと、まあ、実際その展覧会場に各地の場所の、まあ、方々が初めて見る絵にびっくりしてですね、特にこう見るからに普通の女性ですから、こうアーティストでございますっていう、有名人ですっていう感じじゃなくて、普通にこのこう会場でこう描いてるわけですね、こういう絵を。そうするとそこに来たその、まあ、特に女性たちとか子供がこう集まってきて、何描いてんのかなっていうか、あすごいな、この竹を削ったこうで、このいろいろな花とか石とか砕いて、あるいは、黄色はカルダモンですからね、あのカレーの材料ウコンですね、そういったものでそれにちょっとこう、みかんのこの果汁を加えてみるとか、なんかいろいろと工夫してですね、それらをガムというそのちょっと樹液で、でそれがその樹液をあんまり入れすぎるとこうやってこの乾いてくると割れてくるんですね。で割れるとこの剥がれちゃうと、ちょっとキラキラしてっていうのは、あのそういうところがあるんです。でまあそうやってあの、ま、回っていくと、まあ、どちらかというとこの、わりかし病気になりやすいっていうかな、風邪をひいたりなりやすいマハスンダリデビさんは、なんとなくホームシックにこう当然なるわけなんですけど、それをですねこのカルプリさんというのはこう盛り上げて、あの一緒に歌を歌ったり、あの散歩に行ってみたり、まあ、そうやってこう支えるというか、前へ向かって生きていく、そういう精神性がやっぱりこの絵画ににじんでるんですね。そういうところをこう見ていただけると、大変そのカルプリさんという人の人間味が非常にこう出てる、ハートのあるアートだということがわかると思います。まあ、それとこのカルプリさんとマハスンダリさんがあの前にもちょっとだけお話し
したと思うんですけど、その雨が降ってる日に北海道の札幌の郊外の宿舎からこう傘を差しながら2人で街角をこう歩いていくので、夜の9時か10時ぐらいだったように思うんですけど、まあ街灯は一応あるわけなんですけど、でも暗い感じで雨ですし、どこに行くのかなということで、あとこう、まあ、スーパーっていうかコンビニに行くのかななんて思ったんですけど、そしたら途中というかその角のところで、ズタ袋からこの、何やら経典のようなものを取り出して、二人でそのお祈りをしてるんですね。でこの後でその話を聞きまして、なんでその外に行ってそのお祈り しかも雨降ってる時にあそこの場所でやってたのってこう聞いたら、そこから雨の向こうにお月様のつまりフルムーンで、満月で、満月の 晩はお祈りすることになってて、で、大体あの時間帯にあの辺りにいるだろうというのをこう2人で話し合って、それで傘さして出て行ってお祈りしたと。まあ、ここはですね、非常にこのミティラガの、まあ、コスモロジー、インドのコスモロジーアートが生まれる本質なんですね。ですから日本の場合ですと NHK の放送内で、残念ですね、今日は中秋の名月が雨、日本中が雨なもんですから見れないと、皆さんまああれですね、他のことでもやって楽しんでくださいみたいな、こういうお話になるわけですけど、決してその見えないことは見えないんだけど、その雲の上を、月はこう通っているわけですから、それをこう感じる人たちがその作る絵と、見えなければもう見ないと、そして別なことをやって作る現代アートと、あるいは、そういう作品とどこがどう違うのかと、いうことをやはりこれは大変その私たちの社会が今後どういうふうにしていったら環境やいろんな問題に対応できるか、今世界博物館大会っていうのは去年一昨年の9月ですか、京都で、日本では初めて世界の大会が起きた。その時に議論されてたのは、美術館とか博物館っていうのはただその貴重な文化遺産を守ったり、展示するだけじゃダメだと、それはもう当たり前なんだと、これだけ環境や、まあ、海の、まあ、こちらはタバコと塩の博物館ですけども、その塩の中吸ってさえもプラスチックがこうの細かい粒子が入るようなことになった時に、その安心してこの絵見れるだろうか、まあ、そういう時にやはりいろいろな考え方とかいろいろな思い、いろいろな文化、視点、多様なものの見方、そして未来へ私たちが生きていくために必要なその芸術なり、文化というものをやっぱりその人々に見せたり見る機会を作るのが博物館美術館なんだ。でそれをその環境問題や温暖化、こういったこともやっていくんだというこの
博物館美術館の定義にそれを入れようじゃないかというのが、まあ、京都大会のけんけんがくがくでね、結局、なかなか難しかったんですね。まあ、例えばその発展途上のわりかし権力を持ってる政治家がいるところの美術館博物館の学芸員は、下手なことを言うと、まあ、美術館博物館は閉めちゃえばいいっての話になっちゃいますんで、まあ、そこはこう分かってほしいと。だからこの早急に簡単に定義はできないんだよと言いながら、まあ、いろんな話し合いがされたんです。そういう意味でこの、カルプリさんの本当に素朴で可愛らしいこの絵なんですけども、よくこう見ていくと、やはり雨の向こうに舞をやってくるそのお月様へのコミュニケーションこうしていく文化をお持ちだから、こういう、生き物たちをくまなくこう描いたり、少しこう優しい表情であるとか、そういうところに滲んでいるんじゃないかなと、こういうふうに思うわけです。それではカルプリさんのもう一枚の絵が展示されてますので、ご紹介します。あのコーアルというその、結婚した2人が、まあ泊まる部屋のところに、まあ、女性がですね、このような、まあ、不思議な絵を描くことになっています。まあ蓮がこうあって、竹が、まあ、それを貫いて、いわゆるその子宝に恵まれるように、まあ、神様にこう、あらゆるその魚や、鳥がたくさんの、 この子供たちをこう産んで、育てていくように、まあ、お願いをする、まあ、象徴的な絵、まあ、これがコーアルという絵なんですね。でこの絵はやはりその人によって、まあ、大事な図案というか儀礼上の、まあ、大変大事なものなので、やはりいろんな方々がこう描くわけなんですけど、やはりその母から娘へこう代々こう伝承されてきた図案のようなものがあってですね、そこにまた自分が、まあ、少し創造性を加えていくと、ということで、まあ、これなこういうことも例えば私が今住んで、50年前から住んでるこの雪深い4メートルもこう雪が冬、積もる場所で、そういうこう場所では冬はこう秋からですね、漬物をこう、野沢菜っていうんですけどね、そういうこの、ナッパをこうつけて、で、野沢菜漬けっていうのをこう、まあ、競い合うというかね、山の中ではこう人々がこの他の家に行った時に誰々さんのその野沢漬けっていうのは本当にこうちょっと違うんだよね、どうしてたのかねって、こういう話が出てくるわけで、一軒一軒味が違うと、まあそういう意味合いもあるんじゃないかなと思うんですね。その村落の中で、こう描かれるその絵の素晴らしさによって、その、まあ、例えばお嫁さんの、なんかこう力とかいろんなものが評価される。まあ、日本ではそういう私が住んでるようなところっていうのはやはり織物であるとか機織りであるとか、まあ、そういうようなことがある程度そのお嫁さんの昔ですけどもね、そういう条件というか評価される対象にも
なっていた。でこの絵のこの、まあ、例えばお月様ですね、これは、月が欠けていくのか、この上の方がこう、半円のようなね形になってます。しかし大変こう可愛らしいその、目が描かれていて、お月様に目があるわけじゃないんですけど、そういうこう、なんていうか人間と同じようなこう形で、描くということがちょっとあるんですね。で左側の方は太陽ですね、これは。まあその魚さんやいろいろな生き物、で下はこれはなんか豆苗ですかね。このいわゆるこのクオアルをこうお祈りするときにこう供物を置いてみたり、あるいは豆苗に火をつけてみると、この右側の方もなんか物を置くような台と豆苗が書かれてるんですけど、これがどうして顔がついてるのかと、目があって口があるっていうのはこうどうしてなのかってきっと理由があるんだと思います。皆さんもこう謎解きではないんですけど、こういったものをこう書いた人に送っていくと、その背景の文化が分かるではないかと思います。